共和歴8年憲法共和歴8年憲法は1799年に制定されたフランスの憲法である。ブルメール18日のクーデターで全権を掌握し、フランス革命を終結させたナポレオン・ボナパルトを代、一統領とする統領政府の枠組みが規定された。共和歴3年憲法によって規定された、総裁政府がナポレオンによる ブルメール18日のクーデターによって打倒されると、その後間もなく発足した暫定政府によって、共和歴8年憲法が定められた。この憲法では、第一統領とされたナポレオンへの権力集中が進んだ。また、従来の憲法と異なって人権宣言を置かなかった。執行権は3人の統領に与えられたが、第一統領ナポレオンが全実権を掌握した。 立法府は政府の提出した法案を審議する五民院政府委員と五民院の委員との討議を聴取して法案を評決する立法院法律の合憲性を審査する五県元老院の参院制が取られた選挙制度は複雑であり各区の住民が間接普通選挙で名刺を選出することにより名刺名簿が作成されこの名刺名簿の中から元老院が立法院議員 ご民院議員、派遣判事及び会計検査官を選ぶものとされた。元老院に空席が生じたときは、第一投領、ご民院および立法院がそれぞれ提示した3名の候補者の中から元老院が補充議員を選ぶものとされた。この憲法は1799年12月のプレビシットにおいて、賛成約300万票、反対約1500票で追認され、 民主的正当性の対面が保たれることとなった。この憲法は、共和歴10年憲法により一部修正、共和歴12年憲法により大幅修正され、1814年の王政復古で一旦廃止された後、1815年の百日天下で帝国憲法不可法により全面修正された。その後の類18世の福井で完全に廃止され、 いわゆるナポレオン憲法は1814年憲章にとって変わられることとなった。ありがとうございます。